本人の意思を尊重した救急活動の実現。神戸市消防局からのお知らせです。あなたが望む医療やケアについて大切な方と事前に共有しておくことで、病気になった時にあなたの考えに沿った医療やケアを受けられる可能性が高いと言われています。例えば心肺停止状態となった場合でも、心肺蘇生などの医療行為は選択せずに、自然な形で人生の最後を迎えたいと希望される方もいます。神戸市消防局の救急隊は、心肺蘇生を望まない方から救急要請があった場合でも、ご本人の意思を最大限に尊重できる救急サービスを提供したいと考えます。心肺停止状態の患者の救急現場は、少しでも早く救急処置を行い、医療機関に搬送することが必要です。こういった現場において、患者ご本人が心肺蘇生を希望していないことを確実に確認することは容易ではありません。しかし年々心肺蘇生を望まない患者の救急搬送が増加し、神戸市メディカルコントロール協議会において、どのようにすれば心肺蘇生を望まない患者の意思に沿った活動ができるのかが検討され、この度救急隊の活動や医療機関との連携体制を見直しました。これにより今後は、心肺蘇生を望まない患者に救急隊が出動した場合は、救急隊からかかりつけ医に連絡をして確認が取れれば、ご本人の意思を尊重した活動をすることにしました。患者ご本人の意思に沿った最後を迎えるためには事前の準備が重要です。心肺蘇生を望まず自宅での看取りを希望している場合においては、事前に大切な方や医師としっかりと話し合い、緊急時の対応や連絡先等の整理をお願いします。また医師からの指示書の作成やカルテにご本人の意思を残しておくことで、119番通報をしてしまった場合でもよりご本人の意思に沿うことができます。万が一の場合に備えた準備と消防局の対応にご理解ご協力をお願いします。